ハセヨー、こんにちは、メイチャンネルのメイです。はい、今回は5日間コーデ、まあ大体で言うと1週間コーデなんですけど、今回はそちらをしていきたいと思います。主にまあ韓国コーデとかになると思うんですけど、まあ韓国をメインにして、まあコリア、ザ・コリアみたいな感じでやっていきたいと思います。それでは Here we go! Let's go!ということで、1着目のコーデはこんな感じです。はい、ということで1着目のコーデは短パンに長めの、ちょっと短パンが隠れるぐらいの長い T シャツを、パンパンを着てみました。こんな感じで、ここにはこんな感じでファウンドって書いてあって、大きな文字で黒くドーンって書いてあるんですけど、ここにはこんな感じで人の柄もついてて、すごく可愛いですね。プリントがあってテカテカしてる感じで、それで後ろは真っ白でシンプルなんですけど、ここがあのダメージとかが結構あって、とても可愛いです。ということで2着目、レッツゴー。ということで、今2着目着終わりました。2着目はこんな感じです。はい、こんな感じなんですけれども、2着目はガーリーな感じにしてみました。どうですか、似合います？こんな感じでストライプになっていて、白がベースになっていて、何でも合わせやすいかなって思いまして、下はちょっと薄めのピンクみたいな色で合わせてみました。ズボンでもいいんですけど、今回はガーリーが良かったので、ズボンもスカートも膝の上ぐらいでちょうどいい丈になっています。はい、こんな感じです。それでは3着目、レッツゴー。ということで、今3着目着てみました。3着目はこんな感じです。はい、皆さんどうですか。今回は結構その可愛い感じではないんですけど、ガーリーな感じで、でもそんなにそのヒップホップとかには向いてない感じで、なんていうのかな、ちょうどいい感じの半々ぐらいで、ここにゲスを使って黒をベースにして、上に白着ようかなと思ったんですけど、それをあえてデニムで押さえて、下はチェックのやつで、ちょっとこれだけだとシンプルすぎるので派手にしてみました。こんな感じで、ちょっと肩を出すときにここの部分がちょうど出るように、これは半袖ではなく、こういうタンクトップみたいな感じになっています。後ろはこんな感じで、ちょっとたるむ感じで可愛いんですけど、前はすごくここが出てて、おしゃれな感じになっています。はい、ということで4着目、レッツゴー。ということで、今4着目着てみました。はい、こちらはウィゴーさんで買っ
買いました。こちらはウィゴーさんで、バッグもウィゴーさん。この下だけはフィリピンで買ったものになるんですけども、だいたい今日はウィゴーさんで揃えてみました。はい、こんな感じでーす。はーい、バッグが白黒になっていて、ここが白黒で合わせてみました。それでこっちだけ派手に、でもここにもちゃんと白がついているんですけど、ちょっと浅めの韓国ファッションかなって思います。それでは5着目、ラストかな、5着目、レッツゴということで、5着目着てみました。はい、5着目は結構今流行っているダメージのこういう感じのジャケットに、中は暗めの色で押さえて、ここはチェックでやってみました。チェックって言ってもそんな派手なチェックじゃなくて、黄色と茶色があれになってる、暗めでここに合ってるかなと思って、これも黄色めなので、それでこのジャケットのポイントが、これ後ろなんです。これ見えますか、これ後ろが可愛くて、こことかにも穴が開いていて、ボタンもこんな感じで、ボタンの近くにも穴が開いている感じです。これはこう着るんではなくて、こういう感じでちょっと流して着ると可愛いと思います。はい、ということで5着目の紹介は終わり。はい、ということで今一回り5着の洋服を皆さんに紹介することができました。皆さんお気に入りの服はありましたか？それで私なんですけど、こういうダボっとした服も本当に可愛くて好きなんですけど、本当にガーリーな服も似合う感じの、こういうお顔立ちじゃないですけど似合う人になれればなと思ってます。ぜひぜひ皆さん、本当にいいと思った方はね、なんか本当にこの服欲しいなとか、こういう服ってどこに売ってるのっていう質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。え、必ず返信はしますので。はい、でも大体は本当にウィゴーさんで買ってるんですけど、はい、ということで今回はこんな感じでエンディングすることになっちゃうんですけど、ここで皆さんとお別れしたいと思います。ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございます。はい、ということで皆さんこんな感じでエンディングすることになるんですけど、今日はここまでとさせていただきます。本当に皆さんにいろんな服が紹介できてよかったです。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録とベルマークがあるので、ポチポチポチって押してください。押してくれたら本当に嬉しいです。100人のチャンネル登録がいったら、なんか動画で企画しようかなって考えてます。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバイ。